1月12日一本松交流促進センターで愛南町女子6人制バレーボール交流大会が開かれました。愛南町合併をきっかけに始められたこの大会は愛南町体育協会愛南バレーボール協会の主催で毎年行われていて、町内では年明け初めてのスポーツ大会です。試合には町内中学校の現役と OB のバレーボール部選手のほか一般の参加もあり、全10チームで競技を行いました。大会は勝ち負けよりも中学生と一般のチームや選手同士の交流を図ることが目的で、選手らは真剣ながらも競技を楽しんでいたようです。